And excuse me! あ、やっぱりいたわね、ダイヤ。マリさん、入室の挨拶くらいきちんとしてください。細かいことは気にしないのが、毎日ストレスフリーに過ごす秘訣よ。神経質にならないことと、常識をわきまえないのは全くの別問題です。もう、ダイヤってば、ああ言えばこう言うんだから。で、難しい顔で何をそんなに悩んでるの？ああ言えばこういうのはマリさんの方で。ふん、もういいですわ。明日の壮行会で言う挨拶を考えていたのです。学校の看板を背負って大会に臨む生徒たちを激励するにふさわしい言葉。この1週間ずっと考えているのですが、納得いくものができなくて。壮行会、ああ、そういえばそんなのあったわね。そっか、生徒会長のダイヤはそこでスピーチしなきゃならないのね。忘れていたんですのね。いいですか、挨拶をするのは私だけではありませんわよ。理事長、う What？ あ、そっか、マリーもするんだっけスピーチ。忘れてたわ。やっぱり。というか何ですの、その能天気な反応は。本番は明日なのですよ。いいのよ、そんなの始まるまでに思い出せれば OK。 No problem。 始まるまでって、まさか何も考えずにぶっつけ本番で言うつもりだったのですか。マリーは完璧に作り上げたセリフより、その時その瞬間に生まれた気持ちを声に乗せて届けたいわ。たとえ拙なくとも、マリー自身のありのままの言葉だから。マリーさん、なぜでしょうね、壮行会とそこでしなければならない挨拶を忘れていたことへの言い訳にしか聞こえないのですが。わかる？さすが生徒会長！マリーさーん！今からあなたもここで一緒に考えます！